ここが寝技の現場か。おはようございます。なす。疲れちゃったわ。もう今日お疲れで。スパーリング1本もヘトヘトだよ。久しぶりにやられてほしいんですけど。まあでもね、もうあの時から4ヶ月ほど経ってるからね、さすがに勝てるんじゃないかな。自粛してたんだよね。もうやれることはよ、任せとけよ。佐々木さん、リベンジマッチ、4ヶ月ぶり。組んでいこうか、そうそうそう。ちょっと崩しっぽい声入れたね。ノースサウス回らせない、ノースサウスは回らせない。あ、閉まったって言ってる。まず先に脇締めようか、とりあえず脇締めようか。救われちゃった。そこで右足左足バラバラにならない。体返すんだったら返して、脇締める。そこで脇締めて、あ、いいね。この自分で見えないこっち側が、左手アームロック、アームロックあるぞ。前回もそれっぽいのあったぞ。頭またがれない、頭またがれない、頭またがれない。そこでレッグスイング、そこ一気に抜けようか。スイングして、スイングして、向き変える、向き変える、もう一個向き変える。腕十字と逆の方向。すごいタップの準備してるけど決まってないっていう。10秒、10秒頑張れ。ああ、そう、ないないない、申し訳ない。今日はあのね、矢崎さんが、まあ、やられてるシチュエーションを、まあ、僕がどう打開していくかみたいな感じでやってきたんですけど、いかがでしたか？勉強になるね。はい、ということで、カンウ君にね、先ほどの矢崎さんとのスパーリングのシチュエーションをなるべく再現していただいて、まあ、それを僕がどう打開していくかという解説をしていきます。まずね、クローズガードに引き込みましたというところからスタートですね。で、1個目はこのクローズガードに対してカンウがサンパウロパスを仕掛けてきていると。で、矢崎さんはそのままね、あっさり割られてしまったんですけども、僕も割られてますが、ややハーフが残ってるシチュエーションで、腰を切ってきたタイミングで後転スイープですね。フックを使った後転スイープで返します。で、僕がハーフトップになりますね。で、やや見えにくいですが、左腕で首を殺して、そのままマウントまで来ました。はい、2つ目は先ほどの同じ流れでパスガードされてしまって、サイドコントロールされてしまうシチュエーションですね。で、ここからは、まずはね、脇を締めて、リカバリーを狙っていきたいんですが、相手もこう動き回りながら決めなどを狙っているシチュエーションですね。で、ここでノースアースになったところ、レッグスイングで背中を取ってテイクバックを狙っていきました。はい、3つ目はね、マウントを取られた瞬間からスタートですね。この時まず一番初めにしっかり脇を締め切ることですね。で、ここでカウン君はマウントを諦めてサイドコントロールに戻って、次の決め技を狙ってる段階ですね。で、僕もガードリカバリーを狙ってるんですけども、なかなか返らないと。同じように矢崎さんもここで返せなかったと思います。
で、この後ろけさになっている状態で手が回ってくると同じ形ですね。この木村ロックの形を作られて、そこから後ろに回られて腕十字で、ここで、タイミングを合わせてレッグスイング。矢崎さん、お疲れ様でした。いや、今入ってないんでめっちゃわざとらしいですよ。楽しかった。楽しかった。やられてただけじゃん。楽しかった。コメント待ってます。違う、脇出しみたいなやつよ、脇出しみたいな。一回止めますか、最初からやりますか。ダメだよ、ちゃんとブック守らないと。いや、やっぱスパーって生き物だから。ああ。最後に行くのは危ない。